イーハーモニーのトットマハールです。どうされました？どうも、ウィンクを送ろうとしたらエラーが出まして、僕のページだけ何か問題があって壊れてるのか。今までそういうのはなかったですね。当社のアカウントをお使いになるのは初めてですか？そうです。じゃあプロフィールをチェックしますね。うちのマッチングシステムはどこのオンラインデートサービスにもないくらい複雑でして。ああ、ですってね。実はウィンクを送りたいのは一人だけなんです。シェリル・メルホフ、一月前からうちの職場にいるんですけど、お宅のサイトを使ってるって耳にして。ああ、それは珍しいですね。ただちょっとプロフィールに空欄があるんで、この行ったことのある場所ややったことなんかを埋めてもらいたいんですが。そこは飛ばしました。それが原因かもしれない。飛ばしちゃダメだ。いや、でも特にそんな行った場所なんて思い浮かばないし。こんなことやったぞっていう特別な経験とかないんですか？イーハーモニーのトットマハールです。どのようなご用でしょう？どうも、ウィンクを送ろうとしたら送信できなくて、僕のページにエラーでもあるのか、ページに何か問題でも。ああ、初めて聞くケースですが。わかりました。イーハーモニーのアカウントを使うのはこれが初めてですか？そうです。わかりました。今お客様のプロフィールを確かめています。当社のマッチング計算は非常に複雑で、そこが他のオンラインデートサービスとは違うんです。ああ、いいですね。実は僕がウィンクを送りたいのは一人だけなんです。シェリル・メルホフ。一月ほど前、会社の同じ部署に来た人で、お宅のメンバーだって話してるのを聞いたんで。ああ、なるほど。珍しいケースですね。ところであなたは、プロフィールの多くが空欄のままですね。例えば、どこに行ったとか何をしたのセクション、これに記入がない。ああ、そこは飛ばしました。ああ、なるほど。問題はそこです。飛ばしちゃいけません。そうか。でも僕は特に特別なとこには行ったことがないからな。これまで特別なこともやったことがないと、そういうんですか？こんな日に遅刻か。うちが買収されたぞ。え？この週末にな。兄さん、誕生日おめでとう。うほー、とうとう42歳だね。オデッサ、なんでここに？兄さんが好きな母さんのみかんケーキ。うん。老人ホームはどうした？ピアノを運び込む日だろう。ちゃんと立ち会ったよ、途中までね。順調に車からピアノを下ろしたところで電話があったの。オーディションの件で。だからお願い。ダメだ、遅刻する。え？だけどこれ私に必要なことなんだってば。必要なことって？グリースのリゾになること。何の話だ？リゾのオーディション。リゾ？リゾよ、優しくてタフ。頼むからピアノの搬入ちゃんと見届けてこい。いいな、リゾには行くなよ。あ、そう、ハッピーバースデー。知ってるか、うちが買収された。聞いたよ。これから大変だぞ。みんなリストラされて、ライフはデジタル版になるかもな。経営体制も変わるだろうし、会社がどうなっていくのか。私が説明しよう。テッド・ヘンドリックス、経営移行担当の責任者だ。ティム・ノートンです。営業部の。デザイン部のゲイリーです。君の仕事はケーキ係？あ、いえ、違います。これは今たまたま持ってるだけで、係とかじゃないんです。僕はその直接。直接？いや、直接ライフの写真部隊とやり取りを。もう一回いいか。この曲を聴いてて聞こえなかった。今日遅刻するとはね。うちが買収された。え？ああ、この週末にな。ウォルター、ハッピーバースデー。ヘッヘー、42歳になったんでしょ。オデッサ、ここで何してんの？母さんが作ったみかんのケーキ持ってきたわよ。老人ホームに行ってるはずやん。今日ピアノ運び込む日。そう、行ってきたけど運び込みは半分終了。ピアノは車から降ろされて何もかも順調。でも電話が入ったの。大きいオーディションがある。何？だからあとはお願いね。無理、遅刻する。兄さん、やっぱ私に何が必要か分かってない。何？何が必要な？グリースのリゾになることよ。それ何のこと？リゾのオーディションなの。リゾ？リゾ、タフで優しい。頼むからピアノ運び込むの最後まで立ち会ってくれ、お願い。リゾには行くなよ。ああ、ありがとう兄さん、ハッピーバースデー。知ってるか、うちが買収されたんだ。ああ、聞いた。ああ、いろいろ変わるぞ。俺たちがリストラされて雑誌もデジタル版になるとか、いろいろね。どういうことになるんだろう。どう次の体制に引き継がれていくのか。私が答えてやろう。テッド・ヘンドリックス、経営移行のマネージングディレクターだ。どうも、ティム・ノート、営業部です。グラフィックデザイン部のゲリーです。ああ、君は何だ？ケーキ係？
僕は今日はたまたまケーキを持ってますが、ケーキ係じゃないんです。僕は直接的に直接的にライフの写真チームと関すまない、この曲を聴いてて話を聞いてなかった。おはよう、ヘルナンド。新しい嫌味男が来ました。ああ、知ってる。今、会ってきた。査定が入るみたいです。分かりっこないのに、ここの仕事の難しさを。だな。素人には無理ですよ。査定は二人でやりません？許されるわけない。そうですか。なあ、これいつ来たねが、なんで開けてない？ショーン・オコンネルか。今朝届きました。そこに置いてあるプレゼントと一緒に。いまだにフィルムで撮ってるなんて、男でも惚れそうです。これマウントする？いいんすか？ああ。おはよう、ヘルナンド。新しく玉金野郎が来たぞ。ああ、知ってる。さっきあった。ここも評価対象だ。でも俺たちは切れない。ややこしい仕事だからな。ああ。他の奴らにはできない。二人でお互いを評価し合おう。それは無理やろな。そうかな。このネガロールいつからあるの？開けてない。ショーン・オコンネル？今朝届いた。あんたへのプレゼントもある。机の上だ。ショーン・オコンネルは今もフィルムで撮ってる。男でも惚れちまうよ。これマウントするか？いいの？いいよ。噂でライフがなくなるって聞いて礼が言いたかった。中を見てくれ。長年の頑張りに感謝の印を送る。ネガが汚れててすまない。腹に銃弾を食らって自分で傷口を縫った時に血がついた。だが25番は最高傑作だ。人生の真髄を捉えてると思う。どこにどう出すべきか君には分かるはずだ。ライフは終わりだって噂を聞いた。お礼を言いたい。中を見てくれ。長年の苦労に対する贈り物だ。願いについては謝る。少し血がついてる。腹を打たれた傷を自分で縫ったんだ。25番はこれまでで最高の写真だ。人生の真髄が凝縮されている。君ならそれをどこに出すべきか分かるはずだ。いつもの君のように。いや、どうも。どうも。僕はウォルター。シェリルよ。ミティ。メルホフ。知ってる。君は経理部だったよね。ええ、フィルム管理部。ああ、そこにいる。最終号を飾る写真を現像するなんてすごい。ああ、その件なんだけど、実はちょっとしたトラブルがあって頼みがあるんだ。君にショーン・オコンネルの住所わかるかな？ああ、彼を捕まえるのは難しいわ。いつも飛び回ってるから。ああ、フリーのカメラマンだからね。携帯も持ってないし。今時？昔かたぎね。ああ。まあ。じゃあ、そうだ、ペグに聞いてみてあげようか。ショーンにギャラを支払ってたから、どこで引き出したかわかるかもしれない。いいね。助かるよ。本当。ウォルターだっけ？そう。オッケー。じゃあ。任せて。ああ、どうも。じゃあ、乗る？ああ、乗らない。まだ残ってないと。いや。どうも。いや。僕はウォルター。シェリルよ。ミティ。メルホフ。そう、君はフォトアカウント部よね。そうよ、ネガ管理部ね。そうや。あ、で、最終号の表紙写真の現像なんて大仕事よね。あ、実はそれが支障があってね、ちょっとだけ。それで聞きたいねんけど、君住所分からへんかな、ショーン・オコンネルの。あ、彼は旅して回ってるから難しいの。だから私には。あ、フリーのカメラマンやから捕まれへん。携帯も持ってないし。携帯なし、アナログ思考ね。うん。じゃあ、うん、よかったらペグに聞いてみようか。彼女がギャラを送ってるから、ショーンがどこの銀行を使ってるか分かるかもしれないけど。助かる、すごく助かる。
よろしく。ウォルターね。じゃあ、任せて。ありがとう。あ、ね、あ、乗る？あ、乗らない。ここに用があるから。ペグに聞いてみたわ。今連絡待ち。そうか、ありがとう。素敵なメガネ、スターウォーズに出てきそう。これ？これはルーペだよ。仕事用だ。拡大して。それ25番？見せて。いや、これは違う。25番は見つかってないんだ。今のとこ。見つからないの？ああ、だからショーンを探そうと思って、他の写真に何か手がかりがないか見てる。彼の居場所の？そう。私、推理小説を書く講座に通ってて、逆から作るのがコツみたいよ。手がかりをバラバラにして一見関係ないように見せる、そういう技法があるの。見ていい？もちろん。まずは親指？ああ、身元不明の親指。へえ、これは水？ただの水よね。ああ、そう見える。じゃあ、これは何かしら。丸みがある。何かの一部の丸いとこでも先生が言うには、一つ取っかかりが見つかれば手がかりが一気につながるって。ああ、そっか、親指に水ね。なんで気づかなかったんだってああ、そうだよね。そのもう戻らなきゃ。クビになったら大変ペグに電話してみたの。後で返事くれるって。おお、ありがとう。かっこいいメガネ、サンドピープルみたい。これはルーペやね。仕事用で拡大してみる。これ25番？見ていい？これは違う。実は25番の写真が見つかれへん、今のところ。見つからないの？ああ、だからショーンを探してる。今他の写真をヒントにして推理してるところなんや。彼の居場所？そう。私、推理小説の書き方講座ってのを受けてて、つながった手がかりもバラバラにすると関係なく見えるって教わった。逆にやってみたら、方法論があるのよ。見ていい？ああ。これは親指ね。そう、それは誰のかわからない親指。え、これは水ね。ただの水よね。うん、そう、ただの水。で、これはなんだか丸くなってる。そう、何かの一部講師が言うには、手がかりは一ついいものがあれば全てがつながって答えがひらめくって。そうか、わかった。親指も水もわかれば簡単だった。わーそうかも。僕もそのそろそろ戻らないと。クビにされたら困っちゃう